はい、松武田です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、腰痛の人にはですね、必見ですね、腰痛の治療では必ず行うべきタレ付きの治療テクニック、これをご紹介していきたいと思います。でこれはですね、腰痛ですね、例えば大臀筋、大腰筋だったりとかっていう結構メインなポイントをやっても、なんかちょっと離れた場所ね、お腹とかお尻、ふくらはぎとかやってもこれ改善しないなっていう人ですね、腰痛患者さんに出会った時にはですね、これを絶対やってほしいっていうテクニックですので、まあ、そういう方、悩んでる方はぜひ見てほしいなと思います。でこの中身ですね、言ってきますけども、腰痛テクニック、明日、明後日ぐらいかな、年末の方で私から紹介させてもらいますので、まあ、気になる方はメールぜひね、チェックしてもらって、ちょっと限定、人数が決まってる商品なので、ぜひね、そちらの方、メールチェックしていただければと思います。で、結論から言うと、大臀筋、大腰筋だったりとかを治療しても、なんか改善しにくいなっていう人はどこを狙うべきかっていうと、それは、タレ付筋です。いいですか？タレ付筋。この多裂筋部分です。この部分でなぜかという話に入っていくんですけど、多裂筋っていうのはですね、基本的にこの頭からですね、こう背骨を通ってここまで来てるわけですね。背骨を通って、まあ、最後仙骨までついてます。すっごい明るくなりましたね。はいね、仙骨までついてます。ってことはすっごい長い筋肉なんですけど、1個じゃなくって基本的に何個もちっちゃい筋肉がくっついてると思ってください。なんで1個1個の背骨をこうくっつけてる、なんで24個ある背骨なんで、まあ両方合わせてもだいたい50個近くある筋肉が束なって束になって、これが1個の多裂筋と言われてるってことですね。でこの多裂筋っていうのはよく言うこの腰が痛いって言われる場所の筋肉です。そう、こっちの方は横の方にね、腰方形筋があって、真ん中には多裂筋、最長筋とかね、いっぱいあるんですけど、多裂筋っていうのは一番奥にある筋肉です。でこの多裂筋っていうのをなぜ治療するべきかっていうと、皆さん分かりますよね。もう痛い場所の筋肉なんですよ。で基本的に痛い場所って治療しない方がいいんじゃないかってね、話を聞いたことがあるかもしれませんけど、それも確かに一部あります。ですけどもごく稀にですね、その痛い部分が炎症が起きてて硬くなってるってことがあるんですね。例えばその発痛物質って言われるサイトカインだったりとか、いろんな炎症物質が出てくると硬くなるんですね。イメージ皆さんここ切るじゃないですか、ピッて傷ができて切りますね。それ炎症なんですね。血が出る、赤くなるね、発石が出る、いっぱい出てくると思うんですけど、いっぱいあると思うんですけど、これ傷ができたらどうなりますか？そう、かさぶたができますよね。そう、かさぶたができるっていうことはどういうことかっていうと、そこが硬くなってるわけですね。でまずは固めて、いいですか、固めて中の治療に集中して、でそこからかさぶたが、中の治療が終わったらかさぶたが取れるっていうような仕組みになってるですけど、なので基本的には人間の体の中も一緒です。この腰痛のですね、例えば多裂筋っていう部分が痛くなったのであれば、そこで炎症が起きている可能性がありますね。で炎症が起きたっていうことは、ここも硬くなってて、で回復しようとしてるわけですね。だから腰ガチガチの人いるでしょ。あれはまあ使いすぎてそうなってるのもありますけども、ガチガチならなかったら、その炎症物質だったりとか、その筋肉の疲労物質がたまらずにですね、人間の体の中ガーって回っちゃうし、逆に言うとそこがですね、まあ痛くなることによってまた強くなろうとして、皮膚が厚くなったりね、この辺ずっと怪我してたら厚くなるじゃないですか、皮膚が。あれと一緒で筋肉も大きくなる。だから筋トレの原理と一緒ですね。筋トレも同じように筋トレをぐーってやってたら、何回もね痛い思いしてるけども、そのうち筋肉が大きくなってくる。あれと全く一緒のことは腰にも起きてるわけですよ。ということはね、分かってきたと思いますけども、ここが傷ね、頑張って頑張って痛くなって硬くなってるのであればですね、ここも炎症を起こしてかさぶたみたいなやつがいっぱいできてる可能性があるんです。なので多裂筋自体を狙わないと、この硬さが取れないって時はあります。そうですね。じゃあ多裂筋の治療しないといけないって分かりましたよね。じゃあ実際どうやってするのかっていうと、これ多裂筋はですね、まあ一言で言うと直接触れないです。いいですか。いろんな筋肉が覆いかぶさってて、多裂筋自体をこう触っていくっていうのは非常に難しいと言われてます。ただ唯一ですね、この多裂筋が触れる場所があるんですね。それがどこかっていうと、この部分です。ちょっと近づけますけど、この部分になりますね。はい、いいですか。この部分です。ちょうど仙骨の直上のあたりですね。このあたりは
多裂筋がですね非常についてる、まあ、付着部分ですね、こう背骨通って頭まで行くんですけど、これが付着してる部分、ついてるのがここです。でここの部分っていうのは基本的に、その他の筋肉が上に乗ってるとかじゃなくて、もう多裂筋単体で触れるんですね。なので皆さんね、多裂筋もちろんこの辺りのね硬さが出てるとは思うんですけども、この辺りですね触りにくいって時があればですね、この多裂筋、仙骨状ですね、この仙骨状をゴリ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 と横にですね治療してあげるだけでもですね、結構腰楽になりましたとか、動きやすくなりましたとか、なんか足が立ちやすくなった、軽くなったって言われる方います。でこの後この辺りに激痛があるのであれば相当硬いです、多裂筋自体がね。なのでこの多裂筋の部分をしっかりやってあげるだけでも結構ね、分かる通りこういっぱいあるでしょ、神経が。だからしびれがなくなってきたりだったりとか、お尻のあたりの楽になったりとか、この辺緩めてあげることによって仙骨の動き楽になって、大臀筋も緩みやすくなったとかね、っていう風にですね、結構多裂筋自体やってあげることで結構変わることってあります。ですので皆さんね、多裂筋狙う場合はこの仙骨状をですねまず狙ってみて、腰が楽になるのであればこういう部分もですね狙ってみたりとか、そこに付随するあの部分ですね、例えば腰横脊筋だったり大臀筋、あとはお腹の中にもつながってますか、大腸だったりとか小腸ね、そういう部分も治療ねしやすくなると思いますので、まあぜひですね皆さん、まだ仙腸関節じゃなかった多裂筋のですね治療をやったことないのであれば、ぜひ仙腸関節の多裂筋の治療をやっていただければと思います。はい、ということでね、今日はねこれで終わりなんですけども、あのもう一回まとめていきますけど、このね腰痛だったりとかっていうのはこの多裂筋狙うっていうのも一つです。ですけども、この多裂筋がなぜ硬くなるのかって言ったら、例えば大臀筋だったりお腹につながってますから、このお腹の中の小腸大腸が硬くなってることもあります。で私がね、あの近々あの腰痛の治療テクニックまとめたコンプリートね、あの腰痛治療完全習得講座っていうのをですね、オンラインで学べる講座をですね皆さん紹介しますので、まあぜひですね明日かな28日に皆さんにご紹介できると思いますので、ぜひですね夜9時ぐらいに案内すると思いますので、ぜひ見逃さないように見ていただければと思います。はい、じゃあですね皆さん、あの今日はこれで終わりますけども、今日のまとめ、あの多裂筋もしね大臀筋大腰筋だったりやってみても、もし効果が出ないっていう腰痛の人であれば、直接腰を狙っていくっていうこの多裂筋、ぜひ狙っていただくだけで変わると思いますので、ぜひやってみてください。はい、じゃあですね今日はこれで終わりにしたいと思いますけど、今日の話良かったらぜひチャンネル登録、あとですね高評価、あのコメントの方もぜひ入れていただければと思います。あとはね、あの近々あの皆さんに案内出しますので、ぜひそちらの方もあの興味持ったら皆さん学んでいただければと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。またお会いしましょう。